どうした?物欲しそうな顔をして。そんなに主の帰りが待ち遠しかったか?ふざけるな。少し暴れたようだな。これが欲しかったのか。乾いているんだろう?昨日散々声を張り上げていたからな。欲しいなら欲しいと素直にねだってみろ。そうすれば、考えてやらなくもない。誰が、あんたなんかに。欲しいか。いらないのか。なら、これも必要ないな。辛そうだな。どうした?欲しいんだろ?ほら、早く舐め取らないとなくなるぞ。まるで犬だな。うまく舌を使ってみろ。そうすれば解放してやる。どうした?まだ満たされていないだろう。思う存分与えてやる。誰が欲しいなんて。そんなに飢えた目をしているのにか。お前の主は誰だ。噛みつかれるぐらいがちょうどいいんだろ、お前は。ふざけるな!まったく威勢のいい跳ね返りだな。それとも、学習能力がないだけか。話せよ!どけ!答えろ。何を?さっきの問いの答えを、まだ聞いていない。いえ、お前の主が誰なのかを。そんなもの。いえ、このピアスの意味を。これは証だ。お前のすべて俺が所有することの。理性など案外脆いものだ。苦痛の中にわずかな快楽を与えてやれば、甘さを覚えた体は意に反して堕落していく。そうして伴わない心が悲鳴を上げる。だが抗えない快楽にいずれは心もねじ伏せられていく。逃れられると思うな。満たしてやる。体の奥まで。痛みが欲しいか。物足りないだろう。これだけでは。気
傷になっているな。うつ伏せになって腰を上げろ。冗談じゃない。お前に選択権はない。いい格好だな。熱いな。苦しいか。な、やめていいのか。殺せよ。今からお前の所有者はこの俺だ。お前は俺のものだ。あんたは？なんだ？あいつのせいだ。あいつがあんな風に